ここで、あ、そっか、うん、なんとここでですね、ポポさんと合流する、金友が中継でつながってる。なんかポポさんがもう向かってらっしゃるそうですよ。あ、本当？どうですか、金友さんよ、どんな状態だい？金友ちゃん、今、うん、もうちょっとで合流できるはずなんだけど、ちょっと、道が合ってんのかな？すげえ、なんかポポトロみたいな道歩いてる。どこ歩いてる今？今どこ？なんか？わかんないけど、でも合ってるはず。なんだっけ、そうな、矢切の私、矢切は高橋さん、歌で有名なところね。矢切の目指してんだけど、なんか川なんだよね、多分ね。そうですね、渡す川、渡す川、ね、川を渡るんですよ。私さみたいな。違うよ、だから多分合ってると思う。アイアムじゃないよ、全然そういうことじゃないよ、私って。アイアムじゃない、あ、でも私が私に行くみたいな。あ、まあまあ、そのダジャレを先に今言っちゃうのね。今何キロぐらいなんですか、金友さん。今どうだ、あとちょっと行くと、階段があって、階段だよね。トイレあって、トイレ右みたいなマークが出てんだけど。そこに、ポポちゃんはどこに、ポポちゃんはどこら辺にいるの？ポポちゃんとゴールできるの？そのゴール。あ、ゴールじゃなくてその。あの川っぽい？あそこっぽい。いや、でもなんか。臨場感ありますね、これ。じゃあ高橋ちゃんが撮ってくれてるんですよね。そうそうそう、ワンマイク、ワンカメラだから。でもなんか二人ともまだ元気そうでよかったよ。ギリギリ、うん、間に合いそう。これからちょっと、いや、でももうだから、あ、最後走るから、走るの、もう頑張るしかない。マジで体壊すなよ、最後走る。今どうなん、20キロぐらい走んの。体調的にはどうなの、元気なの、体調的には。元気は大丈夫。すごいな、すごいね。時間との戦いそうだね。そうね、まあ4時間は来たか。確かに。あとあれもあるし。何？信号。あ、まあそれはそうだね。信号あるじゃん。ちなみに残金は何本残ってんの？残金はね、お土産買ってみんなの。すげえ、ありがとう。見てよこれ。優しすぎ。ちょっと見てこれ。マジで？ボロボロじゃん。何だ？何があった？何があった？何があったの？親子でもあったのかよ。何があったそれ、いろいろあったのよ。何があったんだよ、熊でも出たのか。無事でよかった、逆に俺。大丈夫、こっち、あ、いや、こっちになってます。怖い、変な道行くなよ、変な道行くなよ、頼むぞ。遅れ始めたよ。いわゆる地図でその目的の場所が分かったわけね。この映像加工によっちゃマジホラー映画だぞ。いた、矢切の私。あ、なるほど。あ、私の向こうにポポちゃんいんのか。そういうこと、そういうこと。本当にそうだ。さすがに近いもん、もう。矢切の私が。オッケー。どういうこと、私の向こうにいんの？金友さん、焦って怪我しないでね。矢切の私。私の向こうに。船に乗ってる。船乗ってんのかい。あ、移動手段、船。船で渡ってきてるの？矢切の私を渡されるんですよ。なるほど。あー、巨大船だ。どうやって行くの？どういう状況なの、ポポちゃんは今。船乗ってんの？多分ポポちゃん船に乗ってるじゃないですか。え？船に乗ったよ。乗せてもらえます？滑らないでくださいね。おー、矢切の私の。矢切の私だ、すげえ。お金大丈夫、お金。まだ足りてるっぽい雰囲気でしたよ。どこにいるの、ポポちゃん。あ、ポポちゃん。もうめっちゃ近い。手振ったね。ねえ。いた？見えた？あ、全然見えねえわ。ちょっと見えないけど。高橋頑張れ。あー！あ、完璧で。ポポちゃん。高橋さんありがとう。カメラ一緒なんだね、ポポちゃんチーム。ポポちゃんマイク。やたら金でも向こうについたらいいマイクがあるぞ。ね。え、座ろうか。え、座ろうか。じゃあ大丈夫なの？渡るお金大変だから。私チームあんの？金でも。お金はもうないっす。ないんかい。これただ乗り？お前ガチで徒歩じゃねえか、じゃあ。え、どうぞ、渡してもらえるの？あとジュース1本ぐらい買える。あ、じゃあ水分は大事、水分大事。100円はある。私は渡してもらえるの、それで。100円。まあ足りなかったらポポちゃんに借りるのは許すよ。ヤギの私はそれで渡れる。でももうね、もうジュースってか飲み物買ったから大丈夫。あ、よかった。あとちなみにヤギの私の渡しチームは大丈夫なの？そうそう、その私チーム？船のお金。これでタダですか？
まあ、本当かよ。お前圧でクリアしたじゃねえか。本当の子供みたいなって言ってたと思う。え、これただですか。関わりたくねえからうんって言ったんじゃねえの。ありがとうございます。おもろすぎる。うんうんって。ああみたいな。分かんないけど、まあ、まあ現地は取ったみたいなもんですけど、今回に関してはまあいいんでしょう、きっと。特別サービスでしょうかね、もしかして。ああ、でもポムちゃん疲れてきてる。疲れてきた。よし。馬ごめんね、待ってて。馬待ってて、もうちょっとやるから。そうだね。体冷えちゃうね、せっかくアップしてんだろうけど。いた？ポポちゃん。ポポちゃん。ポポちゃんもだんだん近づいてる。船じゃなくて反対岸にいるのね。反対岸にいるっぽい。オッケー。大丈夫だよ、ポポちゃん。飛び込んで泳がなくていいからね。また船はあんまり急げないですからね。いいからね。ポポちゃん。ポポちゃん我慢できなくて、あの飛び込んで泳がなくていいからね、ポポちゃん。変な振りやめてくださいよ。これポポちゃんは泳がなくていいよ。ヤギリの私は渡ると剣またいだりすんのかな。あ、待ってて。どうなんだろう。どうなんだろう。ね、あ、でも渡る県境なのかな。どこなんだろう。あんまり僕そこ今何県なの今。あのそこさ、今ね、なんか千葉と千葉と埼玉と東京が合わさってるの？なんか繋がってる場所らしいですよ。はいはいはい、私ってそうなんだ。ちょっと待って、結構まだ遠いじゃん。結構遠い。え？結構まだ遠いじゃん。そうだから20キロ以上ちょっと走んなきゃいけないんですよ、これから。20キロ？え？はい。ハーフマラソンだ。で、残金は100？そう。残金100円ぐらい。だからもう走るしかないの。お前がポジティブでよかったよ。だから走るよ。あ、でもポポちゃんも走るの得意だもんね。そう、ポポちゃんと一緒に走る。なるほどなるほど。一緒に付き合って。なるほどね。そう、だから。まあ最後はそこがね、繋がってね。なるほどなるほど。夫婦の力すごいわ。おー、近づいてきてる。おー。いやー。なんか壮大ですね、景色。ねえ。よく。あー、ポポちゃんだ。本当だ。すげえな、ポポちゃん、こっからずっと声張ってたの。ねえ。偉いな。てか、すごい。そこから相当な距離ですよ。ねえ、大したもんだよ。はい、これね。はいはい、ありがとうございます。もうちょっとしたら降りて平気？降りるとき気をつけてくださいね。ちゃんとあの船頭さんの言うこと聞いて。さあどうだ。いやー。オッケー。走んの？こっから？はい、あのお土産袋を、ね、あのお土産袋を持って。本当にありがとうございます。あ、ね、すいません、ありがとうございました。方なんかありがとうございます。ありがとうございます。すごい人だよ。え、そうだな、すごい人？よかったな、よかったな、それはでも素晴らしいよ。いい人、すごい人。おーし、ちょっとじゃあ、タダにしてくれて。おー。ねえ、ありがとうございます。よかった、素晴らしい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。ポポちゃん。イルカポポちゃん。あー、いたいたいた。あー、感動の再会だ。頑張ったね。何言ってかわかんねえ。何言ってか全然わかんねえ。あー、キャー、あー、キャーしか聞こえねえ。これ。何これ。ねえ、ここからちょっと頑張らないと、ちょっとスタジオまで。時間がね、そんなにない。ちょっと待ってください。あのカメラさん、悪い。あの、ポポちゃんの足映して。ポポちゃんの足。ガチじゃねえか。スタジオの声、俺は聞こえないから。テーピングやばい。すげえな。ポポちゃん、走る気満々じゃん。走る気満々じゃねえか。ポポちゃん、どうもご苦労様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。走る気満々じゃないですか。その足はもうガチの人ですよ。いやもうね、リードする気満々で来ましたよ。テーピングもバッチリです。いや本当に怪我なく頑張ってくださいね。はい、ね、はい、え、最速で帰りますよ。とにかく22時までに着きたいね。そうだね、そうだね。いや、もっと早くだよ。え、もっと早く。もうちょっと早く。なんでそんな追い込むんですか。いろんな企画があるんだから。あ、そう。じゃあ頑張れ。幕開けだけ幕から。じゃあ無理せずに。待ってくれ。なる早で無理せずにお願い。ちゃんと水分補給してください。いやでもね、一人で一日開けて会うとさ、テンションやばいね、やっぱり。今冷静にならないで。やばいよ、やっぱり。今冷静なんだ。今盛り上がったまま行って。いやいやいや、でもまあ本当一人で走るよりはね。そうね、気持ち的にね。これで行くよ。本当に。もちろんゴール待ってるけど、くれぐれも気をつけてね。待ってます。ここからね、ちなみにともちゃん、22キロぐらい。22キロ。ハーフマラソンじゃん。22。だから、結構頑張らないと。そうよね、時間的にね、うん、そうだね、うん、結構ギリなとこ。分かった、じゃあ頑張ります。ポポちゃんよろしくね。普通のジョギングペースだとちょっと間に合わないかもしれないから、ちょっとペース上げていくよ。まあでも行ってくれてよかった。ペース配分は任せて。素晴らしい。オッケー。
じゃあお願いします。待ってますよ。頑張っていきます。頑張って。頑張ってね。お気をつけて。